小出義政は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。田島伊豆市藩主、後泉岸和田藩二代藩主。伊豆市藩将出家二代。A68 年、尾張国愛知軍中村で生まれた。母、A 松院が、豊臣秀吉の聖望お所の妹であったため、早くから秀吉に、馬回りとして仕えた。秀吉はいとこに当たる。 天正十八年、小田原征伐に従軍した。天正十九年、泉の地で治業を与えられる。文禄二年、十五位した、品野守に助任され、田島国有志、山城二万国の治業を与えられる。文禄三年、伏見城武神を分担。同年六月春まで二万国数をされ、合計四万国の治業。文禄四年、田島国有志、 山城六万国に違法される。秀政、義政親子で、合計九万国の治療。慶長三年八月、秀吉の死で、国家を遺贈される。なお、秀吉が、死の直前に記した、大阪五番の次第と題する、主印状によると、義政は、大阪城の本丸裏五門及び、青谷口五門の門番という要職を与えられていた、ことがわかる。 慶長5年正月に、長塚正恵、増田中森、前田玄院の三部行の連署で出されたハットでも、吉政は、片桐勝本と二人で、大阪城の破損、掃除等の保守責任者とされた。他方でそれ以前に出された掟書きでは、豊臣秀頼の番主の中には吉政は含まれていなかった。同年の関ヶ原の戦いの時は父秀政と共に、西軍に属し、 大阪平野の野口、新堀を警備。細川雄才が守る丹後国田辺城攻撃に参加したが、弟の秀家が東軍に属して、関ヶ原本線で活躍したため、戦後に六万国の所領を安堵された。皮肉なことに、慶長八年に秀家が父に先立って病死し、翌年に秀政が死去すると、吉政は父の医療である岸和田城三万国に移り、 長男の吉秀が伊豆氏を漁することになった。慶長18年、大阪の陣の前年に49歳で死去した。木の国の荒野山倉蔵院に葬られた。ありがとうございます。